どうも、サシコンです。A. サシコミュージックへようこそ。今日はね、久々にオーディオでね買ったものをね、紹介しようと思います。<laughs> まあね、ボーナスがちょっと入ったんでね。はい、こちらのね、ファーマンのえっ、ー、と、パワーディストリビューターですね。まあ、要は電源タップですね。まあ、めちゃくちゃ豪水電源タップで、やっぱオーディオはね、何が大事かっていうと、まあ、電源も大切だということでね、まあ、い,いつもはね、あの家電用品で買ってた テーブルタップで、電源タップでやってたんですけども、今回ちゃんとオーディオ用でね、電源タップを変えました。これ6700円ぐらいで購入させていただきました。はい、もうだいぶパフォーマンスはもちろん、えー、ちょっと英語読めないですね。レコーディングスタジオもね、ちゃんと対応してるっていうことで、まあ、オーディオも対応してるんじゃないかというわけで、まあ、あの、アマゾンで買ったんだけど、なんかレビューでもあのオーディオ用で購入しました。いい感じになりましたって書いてるんで、 ままああんま電源を変えたところで俺はあんまね耳がよろしくないんでねあのどれだけ違うかっていうのもよくわかんないですけど、まあ、とりあえず変えてみてねあのやって、まあ、聞いてみて、まあ、それでどれだけ変わったか、まあ、デビューしていこうかなと思いますじゃあいっぱい変えてみようさあ早速電源変えてみましたあの注意事項で言うとあの電源のピンがですね2ピンじゃなくて3ピンなんで変換ケーブルが必要になります、まあ、これもねアマゾンで購入させていただきましたはいえー、まあねスイッチを押すと光って で、まあ、それであの、電源今オンになってますよ状態になっております。で、まあ、あの、今回はね、まあ、いつものごとく何かしらね、あの、機材を変えるときはいつもこのレコードを聴いております。ローリングストーンズのレッド・イット・ブリードっていうね、名盤でございますので、アンプはね、えー、いつもと同じトライオードのヌミナ34。で、デドンの DP500 で聴いてみようと思います。針は、えー、オーディオテクニカの VM 型のマウあのー、カートリッジを使用しております。 さあどうだろうじゃあ、り置きました。もうちょい手前やな。ごめんなさい。ちょっと誇りかぶってるのは、まあいいや、まあ、まあ一応拭いたからね。はい。えー、レコード1枚、CD1 枚聞きました。まああのー、違いはなんとなくありましたね。っていうかまあレコードだと、 なんか、ぬめ、なんか、ネコード特有のぬめり感って言いますか、あの非常に温かみのある音質になってましたね。なんか、よりクリアになりましたね。で、CD の方はですね、あの、このボブ・ディランの、まあ、もうすぐ来日するんだけども、この CD をちょっと聞いたんですけども、まあ、CD だとより一層ね、繊細な音がね、あの、聞こえますね。あの、よりはっきりと。うん、だからね、案外電源ってね、 変わるんですね、意外と。いや、あんまりちょっと実感っていうのがなんか、まあ今言っていることが本当なのかどうなのかちょっとはよくわかんないけども、でも少なくても、少なくとも、さっきので電源タップとで、この電源タップで、まあ違いはありますね。はい。うん。本当なんか、輪郭がちょっとはっきりしたように思いました、僕の個人的な感想は。うん。 もしなんかあの、このディストリビューター使っている方がいるのであれば、ぜひちょっと、あの、こんな感じの特徴があるよっていう、ちょっとご感想とかぜひ教えていただければなと思っております。まあちょっと一応余談なんではございますが、この DCD800 がなんと修理戻ってきました。ありがとう、デノンさん。